さあ青番周回の2センター、ここでレースが動いてまいりました。後ろから中野が上昇開始、ただ7番の鈴木もちょっと前と車間を切るような感じ、誘導と距離を空けつつ7番の鈴木、さあ抑えた6番の中野、そして1番の和田、さあ和田がここはラインの分打策、名乗りを上げました。5番の高久保は試練の番手戦となって、この後ろも上田と芦沢で並ぶような格好になっています。ご覧のように 2,3 番手が並走状態。さあこれで7番の鈴木もかまし黒となってくるんでしょうか。金が入って3コーナーから4コーナー、さあ3番手も依然として並走となってくるんですが、ここで後ろから南関東勢がかましてまいりました。前でかける6番の中野、外を通って7番の鈴木、鈴木のスピードがいいか、追走が4番の二藤源太、南関東勢が抜け出しました。そして3番手には6番の中野と、この後ろは1番の和田圭が取り切っている。この後ろで3番の芦沢と5番の高久保がやり合う感じになる。さあ飛ばす7番の鈴木、2番手は車間を切って4番の二藤、さあ二藤がまくる中野を止めにかかって内に潜り込んで特選の2人、4コーナーを回ってくる、外を通って7番の鈴木を押し切った中割り強襲、1番の和田圭。